おはようございます星野瑠璃です2024年慶応杯スプリングカップの予想ということで土曜日の東京では安田記念の前哨戦である慶応杯スプリングカップが行われますマイル路線組とスプリント路線組が集結しますので毎年難しいレースとなっております それではいつも通りデータから紹介していきたいと思います。それでは早速データその1。高松の宮記念組。過去10年で12頭が馬券に絡んでいます。2019年からは5年連続で馬券に絡んでいて、2020年は3着以内を独占したように、 近年は特に活躍しています。安田記念のステップレースですが、スプリント組は安田記念に向かうことは少なくなっていますし、次の目標のスプリンターズステークスまでは期間がかなりありますので、明治の仕上げで挑んできているから成績が良くなっているんだと思われます。そして、 安田記念を目指す有力馬が近年の主流となっていて、ステップレースが、ステップレースを使うことが少なくなったこともあるんだと思います。今年出走する高松宮記念組は、東進マカオとウィン・マーベルの2頭です。続いてデータその2。G1 馬。 こちらは過去10年で出走した G1 馬の成績です。16頭が出走して馬券に絡んだ馬は4頭とかなり少ないです。去年はダノンスコーピオンが一番人気で惨敗しました。今年出走する G1 馬はダノンスコーピオンの1 のみとなっております。続いてデータその3、1400メートル未経験の馬。1400メートルを走ったことがない馬でも馬券に絡んでいることはかなり多く、過去10年で7頭が馬券に絡んでいます。 2021年のドラベスーラ以外は5番人気以内の馬でしたので、距離経験がない人気馬でも危ない人気馬にはなりません。今年出走する馬で1400メートルが未経験の馬は、総バリアントのみとなっております。 そうバリアントにはモレイラ機種が起乗しますので上位人気は確実ですが注目しておいた方がいいですここまでがデータの紹介となりましてここからはまとめに入りたいと思います東京は今週から B コースになります先週までの東京は 内外の差があんまりなくって、ペース次第で決まるような感じでした。NHK マイルカップは前残り気味なレースになりましたが、7レースの1400メートル戦では追い込みが決まっていました。馬場状態はかなり良かったので、B コースに変わっても傾向はあんまり変わんないんじゃないかなと思います。ということで、 私の本命は、一番の、東進マカオにしたいと思います。1200メートル重賞を参勝していて、1400メートルは2歳と3歳の時に実績があるんですが、コバになってからは4走前のスワンステークスで9着に負けています。 そこまで大負けしているわけではありませんし、慣れていない逃げの競馬でしたので、そこまで悲観する内容ではなかったと思います。東京の1400メートルは、KO 杯2歳ステークスで2着と、クロッカスステークスで1着の実績がありますので、スワンステークスみたいなことはないはずです。 前奏の高松の宮記念は、馬場が応えたみたいなので、両馬場の今回は力を発揮してくれると思っております。高松宮記念後は、順調に調整が進められていて、4月中旬から販路でかなりの量を乗り込まれていて、22本も販路でやっています。 ウッドコースでもしっかりとタイムが出ていますので、ここは勝ちに来ている調整だと思います。距離適性的にここを勝っても安田記念にはいかないでしょうから、ここは G1 のつもりでの仕上げだと思います。ビッグアーサー3区は圧倒的に1200メートル成績がいいんですが、兄弟はベステンダンクを筆頭に、 マイル以上を飼っている馬がかなり多くいますので、東進マカオも1400メートルまでは守備範囲なはずです。有力馬が今回は58キロで出走の中、東進マカオは57キロで出走できるのもプラス材料だと思います。以下は2番のルミエールノワル、3番のソーバリアント、 4番のレッドモンレーブ9番のダノンスコーピオン11番のスズハローム15番のウィン・マーベルまでということで買い目なんですが3連服で流したいと思いますなのでと3連服の1等軸流しにして軸の1番から相手が234911156等で計15点 この辺りで資金配分して購入しようかなと思っております。今週は土日に茅ヶ崎の茅ヶ崎アロハマーケットというところでハワイアンの祭事がありましてそちらに私はルルオリという店舗で出店しておりますのでもしお近くの方がいらっしゃいましたらお気軽にお声がけくださいませ。じゃあこんな感じで今週も土日の競馬頑張っていきましょう。じゃあ2024年。 杯スプリングカップの予想。こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあ、またねー。